このチャンネルは、保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、イケメン白猫はぽっちゃりボディ、お尻トントンするとニャルソックということでですね、この子がトニーくんって言いますよ。ぽっちゃりボディでね、めちゃくちゃ可愛い子なんですけれども、なんかね、この日はそわそわしておりましたわ。お尻タンタンタン、どうですか？気持ちよさそうな雰囲気はあるんですけれどもね。お腹マフマフマフ。ちょっと落ち着いてる？移動しちゃうか。お腹ね、結構ぽっちゃりでしょ。見た目はイケメンなんですけれどもね。おもちゃも結構遊んでくれるんですけれども、あんまり今日は興味ないかな。白猫綺麗やな。ブランケットを膝に敷くとね、膝に乗ってくれるっていうことはあるんですけれども、大将くんが来てくれたね。乗る？トニー膝乗れへんか。あら、無反応やね。どうしたんでしょうか。大将にお尻トントンやっておりますよ。トニーお尻カキカキカキ。あ、ラテくんがいたね。ラテイケメンさんやな、あんたも。膝どう？ラテ乗る？ラテが膝になったことないかなと思うんですけれども、ライオンカットめっちゃ可愛いやんか。お、二人はどう？ふんふんに寄ってる？ラテのこと好きなんかな？トーニー、遊ばへん？ちょっと遊んでくれたね。ちょいちょい。あ、一瞬で終わる。一瞬で終わったやんか。あ、月ノアくん来てくれた。今一番月ノアくんが遊ぶかもしれないな。もう遊べへんの？あら、まったりしとるね。お膝どうですか？なかなかええな。じゃあ今からちょっとおやつをあげていこうか。どうですか？ん？食べへん？あ、ふんふんに寄ってくれた。なんか周りが気になる感じがしますね。多分ね、トニーくんはね、猫ちゃん苦手なんやと思うんですよね。で、最近ね、たまに粗相することがあるとかっていうことなんですよね。まあ、ひょっとしたら一人っ子の方がいいかもしれないなって感じなんですけれども。あ、もういい？え、ワイトいらん？いらないみたいです。ポポさんいてるやんか、ポポさん。ポポさんおやつ大好きやもんな。23歳なんですけれどもね。ちょっと集まってきたんですけれども、トニーの方に行きましょうか。おもちゃどう？おもちゃ。おもちゃ、いらんかな？どうでしょう？あんま見てくれへんな。あ、キキナくん来るか。で、トニーどっか行っちゃうか。多分、ニャルソックがしたいんやけど、ラテのことは好きなんかな？ひょっとしたら。多頭飼育もね、ひょっとしたらできるのかもしれないですね。ただ、気が合う子が少ないかもしれないですけれども。あら、にゃんこプロレスしてるね。この子たちは1歳ぐらいかなと思うんですけれども、じゃれ合いかわいすぎるやんか。トニーはね、トニー、もう一度ブランケットチャレンジしようかな。お人乗ってください。あ、どっか行っちゃうか。なんかゆっくり歩いてるな。見上げる顔とかめちゃくちゃかわいいでしょ。で、ここから月乃くん来るんですけれども、猫パンチしちゃうんですよね。月乃くんは苦手なんやろな。今回のお店は、大阪難波にある保護猫カフェ、猫の絵庭さんです。お尻タンタンタンってするとね、ふんふんと匂ってはくれておるんですよね。ね、人のことは好きかなと思うんですよ。ね、ぴったりくっついてますもんね。本当ね、めちゃくちゃ可愛い子やねんけどな。多分もう2年ぐらいいてるかな、ひょっとしたら。最初来た時はね、まだまだ子猫ちゃんやったんですけれども、お月乃くん猫パンチそしてかー言うとるわ。あらあら、月乃くんは怖がっておりますよ。
トニーはネルソップしてるんかな。なんかすごい尻尾は立ってんのにな、気にしとるね。何か仲間ふまふまふ。この顔たまらん。顔撫でられるの嫌か、ひょっとして。尻尾立ってるよ。スリーね、甘えてくれてそうな気はするんやけどな、なぜか距離取られるんよな。ねえトニー、なんか気になんの。スリーまあお尻トントンは好きなんやろね。スリースリスリしてんのに。お腹触るからあかんのかな、ひょっとしたら。ねえトニー、近づいてきてくれる。ゆっくりやな。膝に乗ってるところとかはね、たまに見るんですけれどもね、もうずっとね乗っててくれたらね、里屋さんも見つかるんかなとも思うんですけれども、おやつもあんまりか。ぽっちゃり猫さんやからね、おやつが好きとは限らないんですけれども。ラテと、あ、ルチルさんだね。え、膝乗る？あ、ルチルさんも膝乗りにゃんこやったかな。おやつのおねだりひょっとして。で、膝乗りで食べてくれましたよ。ラテもいる？ラテで食べてくれた。落ちた？うん、食べたよ。ちょっとデビルさんか、やっぱり。顔を近づけると、あ、怖がるか、嫌か、嫌でしたね。ん、喧嘩打ってないか、そして猫ちゃん同士喧嘩するのやめてよ。あ、すごい警戒してる気がするな、猫ちゃんが通るとね。あ、トランテン、トニーなんか猫パンチしそうな勢いやねんけど、大丈夫かな。ね、トニー落ち着か、猫パンチやっぱしたか。落ち着かへんな。最後はね、ちょっとだけ遊んでくれたんですけれどもね、またね、膝乗りチャレンジはしていきたいと思います。皆様いかがだったでしょうか。トニーくんはぽっちゃりして可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。ここ猫カフェ、猫のえにまさんでした。